です。今日はバンドを使った肩周りのストレッチをやっていきましょう。はい、楽にお座りください。さあ、首回してみますね。このままゆっくり回してみてください。今どんな感じで首が回ってるかな、どんな音がしているかなとか、引っかかる感じはあるかな、なんかそんなのを見てください。はい、じゃあ正面戻しましょう。両肩上げます。ぎゅっと上げてください。頭は下げずに下ろします。両肩上げましょう。息を吸いながら肩をぐーっと上げて、少し後ろに下ろしましょう。吐きながら下ろしてください。もう一回いきましょう。息を吸って上、はい、吐きながら頭は上ね、肩を下ろす。息を吸って肩をぐーっと上げて、少し後ろに下ろしてください。はい、右に頭を倒しましょう。手は床に下ろしてもいいですし、もし痛かったら膝に置いてもいいです。どっちでも好きな方です。顎を軽く引いて首の後ろを伸ばします。吸いながら少し顎を上げてください。吐きながら顎を引きます。ご自分の好きな速さでいいですよ。息を吸いながら上がってください。吐きながら顎を引いてください。ではそのまま反対側に優しくコロンと転がします。吸いながら上を見上げて、吐きながら顎を引きます。一緒にやっていただいてもいいですし、ご自分のペースでもいいです。息を吸って上、吐きながら顎を引きます。はい、そのまま顎を引いて頭を真ん中、背筋は伸ばしてください。背中は丸めずに下を向いたまま背筋を伸ばします。ゆっくり起き上がっていきます。はい、肩を上げて息を吸ったら、吐きながらぐるりと後ろに下ろします。右手を床、息を吸って吐きながら横にどうぞ。で、今どこ伸ばしたいか感じてみましょう。ここ伸ばしたい人は体を倒せばいきます。で、ここ肩こり解消でここ伸ばしたいんだったら、体まっすぐでそのまま手を上の方にぐっと引いてみてください。そこでこの辺に息を入れるつもりで息を吸いますよ。吸って、はい、吐きます。もう一度息を吸って、はい、吐きましょう。はい、ゆっくり戻してきてください。じゃあ反対、息を吸って吐きながら好きなところを伸ばしましょうね。肩こりの人はこの辺ですよ。腰ちょっと伸ばしたいなって人はこっちに傾いてももちろんいいです。息を吸って空気を入れます。はい、吐きます。もう一息いきましょうか。息を吸って、はい、吐きますよ。はい、結構です。戻ってきてください。じゃあ今度前から後ろに引きますね。手を前から後ろに引いてください。後ろに引くんですけど、これ苦手な人多いので、ここ脇をね動かしますよ。肘をぐーっと引いて、そこから手を伸ばしていく感じ。はい、緩めましょう。もう一回いきます。息を吸いながら後ろ、吐いて戻します。はい、息を吸って後ろ、吐いて戻します。はい、息を吸って後ろ、吐いて戻します。最後ね、息を吸って、はい、戻しましょう。はい、ではバンドを使っていきましょうか。あんまり背中が丸まりすぎると腰痛めたりするから気をつけてください。親指引っ掛けてるとやりやすいと思います。息を吸いながら回します。吐いて戻してください。はい、反対、息を吸ってうーっと伸びて、吐きますよ。はい、息を吸って、少し後ろに手を通すつもりで吐きます。戻ってきてください。いける方は後ろに手いきますよ。息を吸って、一回お尻で床を押してみて、吐いて吸いながら上に行きますでしょ。そしたらね、お尻で床を押す、上に伸びるのと下を押す感じね。吐いて戻ってきます。はい、最後息を吸って上、はい、吐きます。はい、 OK です。
じゃあ今度はバンドを後ろに持ってください。持ち方は持ちやすいようにね、親指かけるとやりやすいと思います。ここで腕をピシって伸ばしすぎてしまうと、ここ痛めてしまったり、肝心の背中が動かなかったりするので、場合によってね、肩甲骨を寄せる方を優先して肘を曲げていいですよ。伸ばしても曲げてもどちらでもいいです。このまま手を上げてみましょう。下を向いてる人は少し起きれますか。いきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。緩めてください。はい、バンド外していただいて肩を上げてみましょう。息を吸って、はい、ぐるりと後ろです。吐きます。もう一回息を吸って、肩を上げて吐いて、ぐるりと後ろです。ではですね、今度手のひらのこの部分を使って頭をサポートします。耳の後ろの骨を手で掴むようにしてください。はい、でそのままゆっくり回していきますね。下を向いた時に手の重みをかけるとちょっと痛いから、優しくいきましょう。後ろに行った時に頭をハンモックに乗せてるように手でサポートしてあげます。吐きながら前です。逆回転いきましょう。吸いながら上がっていって、余裕がある人は肘をここで開いているといいですよ。吐きながら降りていきます。肩が痛かったら手を組まずに吸いながら上がっていきます。手を肩に乗せてやっていただいてもいいですし、手を下げたままやってもいいですよ。吐きながら下、吸いながら逆回転ね。大きく息を吸って、吐きながら降りていきます。はー、吸いながら上がりますよ。息を吸って、上、はい、吐きます。はい、じゃあ手を離して大きくどうぞ。息を吸いながら大きく回ってください。吐いて、ふう、腰痛めないようにお腹少し力入れるといいですよ。吸いながら上がって、吐きながら降りていきます。そのまま前屈いきましょう。手を前に出してください。手で床を触りながら下から背骨を積み上げるように上がってきます。軽く天井を見上げます。上を見て、吐きながらお顔を戻して、頭から背骨を一本一本倒して前屈に行きますよ。下から背骨を積み上げて上がってきます。はい、戻してください。じゃあ肩回しましょう。息を吸って、吐きながらぐるりと回します。では首を回してみてください。はい、反対です。はい、軽くなりましたか。音はどうですかね。先ほどの音と比べてみてください。いかがだったでしょうか。深呼吸を一つしておしまいにしましょう。はい、息を吸います。はい、吐きます。ふ、はい、お疲れ様でした。